皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのシュガーパウダーを使って可愛いシュガーネイルを作ってみたいと思います。細かい粒ですごいサラサラしてます。こちらを使って作っていきたいと思います。それではどうぞ。ではまずベースを塗った状態から始めていきたいと思います。では人差し指に白を塗っていきます。中指も塗っていきます。では薬指をピンクで塗っていきます。ではこちらをライトに入れていきます。中指と薬指を2度塗りしていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、ではまずはじめに人差し指にアートをしていきたいと思います。ではこちらにこの3色を使って色を置いていきます。まずはじめにピンクを置いていきます。色の配置は好みで好きな感じに置いてみてください。次にザ・ブルーを置いていきます。次に黄色を置いていきます。ちょっとポンポン叩きながら合わせていきます。ではこんな感じでライトに入れていきます。次に中指にこういった感じの筆を使ってラインを引いていきます。ではボーダーラインを作っていきます。
ではライトに入れていきます。はい、ではこちらちょっと薄かったので二度塗りしていきます。はい、ではこちらをライトに入れていきます。はい、では次に薬指に白でハートを描いていきます。使う筆はこういった細い筆を使って描いていきます。ではライトに入れていきます。はい、ではこちらを一旦ハードのトップジェルで仕上げていきます。ハードじゃなくても普通のトップコートで大丈夫です。ではこちらの無効化ジェルを拭き取らないでこのパウダーをかけていきます。ではまず人差し指からかけていきます。かけていきます。では中指にもかけていきたいと思います。テカテカしてきたらまたかけます。では薬指もかけていきます。
こんな感じに仕上がりました。表面はちょっとザラザラするんですけれども、そんな引っかかるほどではないので気にならないと思います。ちょっと繊維はセーターの繊維とかは引っかかっちゃうかもしれないんですけれども、そんな気にならないと思います。パウダーをかけることによってなんかふわふわした感じのメルヘンなイメージに仕上がります。粉砂糖のお菓子みたいな、とっても可愛い感じに仕上がりました。皆さんもぜひ試してみてください。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。